時刻は10時を回りました。いらっしゃいませ。せせみゅレストランへようこそ。今週も頑張ったあなたの心を癒したい。トモヨと中内拓磨のせせらぎナイトミュージック。明日からの元気を注入します。はい、こんばんは中内拓磨です。こんばんはトモヨです。今週も始まりました。せせらぎナイトミュージックの時間です。<ー>よろしくお願いします。 さあ今日から6月がスタートでございます。うん、我々の季節が来たぞもじゃもじゃミュージックのスタートでミュージックになっちゃった <laughs> 新メンバー増えたかなあどんどん増やしたいな、うん、ねえ6月限定でたくさん増やしたいなねクセ毛は結構いますからね世の中に日本人クセ毛多いよね外人も多くない外国の方もなんかそ<う>ベイビーがくるくるなイメージないああああそうね,ね<え>確かにそうだね,ね,えねえ あれくせ毛とストレートって優勢と劣勢があるんだっけわかんないあれはただ毛根が歪んでるか歪んでないかだっけ歪んでんの毛根がちゃんと丸じゃなくて、うん、楕円の形をしていると髪の毛の生え方が楕円形で生えてきちゃうから、うん、丸じゃなくなるからあそうなんだ強い部分と弱い部分ができちゃうんだってそうなんだ、うん、じゃあ私強い部分と弱い部分が あるんだって髪の毛やっぱ中身と一緒だねどういうことやっぱりナイーブな性格さてさて <laughs> 今日は何の話かなはいこうやっていじめられるんだよないつもな何言ってんねん先週は俺はディスれまくったのたまにはディスランと確かに, <laughs> 確かに <laughs> 今日もよろしくお願いしますお願いしますはいということで本日もスカイウェーブ FM 京、うん、成ローザスタチオではなく,なく本局で収録でお届けしておりますはいよ えー、皆さん XQTwitter ですね、うん、アカウントをお持ちでしたら「アットマーク s e s e m i u トマークセセミをつけてポストしてください、はい、リアルポストお待ちしております<い>そして番組の最後に先週のクイズの答え合わせいたしますので、うんはい、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたしますお願いしますそれでは「セセミュレストランということでお料理始めていきましょうか、はい、まずは前菜のお時間です はいこのコーナーは最近あったことを話していくんですがはい中吉君何かありました？ないんだなないんだなうん何喋ろうかなと思って最近あったこと何かなって考えてたんですけど、うん、まあ最近あったといえば私が手首を怪我したことをぐあそうだ、ね、な、うん、あとやたらと最近うちの周りでタヌキばっかしよく見るなお<ー>あの野良猫が多い地域なんですけど、うん がすげ増えてんだよねやばくない繁殖してるってことうんあの決していいことではないんですけどうちの地域いわゆる猫おばさんと呼ばれる方がいらっしゃるんです猫に餌をあげたりとかってことそうしてる方がいらっしゃるみたいなんですでもそれやってしまうと結局猫が猫だって猫が増えちゃうからうんそうだねで猫の糞とかって匂いがすごいのでうんうん あのそういう糞尿の被害とかが出ちゃうんですけど<ー>猫にご飯をあげたその餌をどうやらタヌキが奪ってるみたいで、えー、じゃあタヌキも増えてるんだそれでみ,みたいもともとタヌキがいる地域なんですけど、うん、タヌキすんげえ多いなってそうなんだタヌキってどこに住む屋根裏とかいやいやいや普通に藪の中とか森の中とかあそっちなんだうんだと思いますよ荒江グマだっけ家のさ 軒下とかにいるんだよね屋根裏にいるんだけか屋根裏にかニュースでつってよへーアライグマだっけアライグマはさすがにいないなうんそうなんだそうノラノラネコよりもノラタヌキが多くなってきたね最近うん泣いたりするんうんすごい泣き方するよどんなキャーキャーっていうのそうへえ。猫はモャーじゃない明らかに違うキャーっていうの 猫とタヌキで喧嘩してたりとかするのあ,あ、してるしてるだいたいタヌキ勝つけどな <laughs> あ、そうなんだうん。強いんだねタヌキだから猫の餌箱がこうあったりすると、うん、あのー、猫を追い払ってタヌキが一人で食っててマジか猫がこうちょっとこう避けてるのこうやってへ<ー>うちの周りね本当にねあのーうん 皆さん、だめですからね、猫に餌をあげるの、ご飯あげるの、本当、はだめですからね、増えちゃうから、そうなんだねやるんであれば、ちゃんと自分の家で飼うとかね、あとは否認とか、虚勢をするというのを大前提のもとやるんって話はわかるんですけど。うん,うん、うん わかるんですけどねかわいそうだからあけちゃうんですけどうん、うん、そうするとかわいそうな猫がさらに増えるのでそうだよねかわいいだけじゃ済まないもんねかわいそうだよねそうそうそう,そう,そう病気になっちゃったりとかねよくおめめ病気になってる猫ちゃんとかね<う>結構いるからいいるよね、うん、かわいそうそれを餌を目的としてタヌキがすごく増えてき,てきちゃってるんですよあの霊園があるんで近くに大きいお墓があるんだけど、うん、もうもはや猫とタヌキの巣になってるからねマジか。うん へお供え物とかあげるじゃないあそっか食べちゃうんだ片っ端から食っていくもんやばいねうんそれはまずいねちょっとねだから結構ねうちの地域はちょっと問題になってるんですよへえでもどうしようもできないのなんか駆除とかってことたぬきさんぶっちゃけ少なくするためには、うん、駆除をするしかないそうなっちゃう捕まえるしかないだよね するしかないできるけどタヌキって保護無理じゃないもんね、うん、超獣類だと思うからあれはそっか、うん、多分無理だと思うので結局命を奪うことになっちゃうから<ー>まあかわいそうだしねかわいそう、うん、そうなんだえそれは結構深刻な問題だねそうなんです去年だっけ中内くんのさ家の近くにさ、うん、あの大量発生したあの虫ゆすりか あ,あ、それも言ってたけど、うん、緑の虫。うすりかだと思うよ。違う、それも言ってたけど、緑の虫だと。カメムシ。そう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 。<laughs> カメムシは最近はおとなしかった？の、うん、カメムシは最近見ないな。あ、あれは季節もの？季節ものだと思う。 そういういことか、うん、でもあの季節もだけど間違って掃除機吸い水蔵とすんごいことになるからね <laughs> くそう <laughs> 掃除機の,あの排気口からカメムシの胃がバンバンするからねやばいね <laughs> 本当<に>それきついわきついわれはじゃあ季節によってはカメムシとユズリカとユスリカユスリカと、うん、タヌキと、ね、ネコが多い町になるのねユスリカが多くなって 今はちょうどゆすりカが多くなってきてる時期なので蚊の前だっけうん、はあ、なので蜘蛛が大量発生してますえそうなのだってゆすりカって人間の血は吸わないけどいわゆる蚊柱みたいな感じでね、うん、光に集まって虫だけで柱っぽくブワってなっちゃうのよ。うんうん、それを狙ってですね雲が巣を張るんですよ。 の餌そう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 だからゆすり化が発生するとこに蛛ありみたいな感じで蜘蛛だらけだよやばいね蛛の巣いっぱい張っちゃうねそうで雲の巣にこのガガッまってるやばいねもう生存競争激しいからうちの周り弱肉強食だ本当にカメムシも食べてほしいねカメムシも食ってほしいんだけどねカメムシ食うやついないんだよなあとはヤモリが最近よくいるな あれヤモリはいいんだよねうんもちろんもちろんいいやつだよねうんいいやつねうん。お家にいると幸福が運ばれるみたいなそう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 あのカナヘビとかもいるけど結構ね種類がね豊富でカナヘビなのか日本トカゲなのかヤモリなのかが多分分かんねえんだよね、うん、あれカナヘビってヤモリっぽいのヤモリとカナヘビは違うしカナヘビと日本トカゲも違うのよ<ー>でも全部一緒に見える似てるんだ、うん、へー いっぱいいるんだ。いいいっぱる日本トカゲは結構ね、まれです。ヤモリは、ヤモリじゃねえわ。えっと、ヘビは結構いるんだけど、カナヘビは尻尾の方が結構青がかってんのね。ね、毒持ってるいや、全然。おお。綺麗綺麗なトカゲ。毒持ってないならいいね。毒持ってるやつはうちの周りにはムカデぐらいじゃないですか。ムカデか。うん。やだね。あとは、あれだよギジギジ あなんか前言ってたなゲジ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 の季節ですよすごい気持ち悪いやつだよねなんか前調べたなすごいよもちろん駅中だから殺しちゃダメなんですけどそうなんだうん駅中あゲジゲジは駅中ですよテンテも駅中だよね駅中ね。うん。そうだそうそうそう。テントウムシも駅中だったでもいいんだよねいいんですよあのいろいろ食べてくれんだよダニとか食べてくれるダニとか食べてくれるしゲジゲジの場合はジジ食べてくれるのでうお でもジーと同じくらい気持ち悪い。そうそうあの <laughs> そしてゲジゲジがいるところにーありだからね。あ最悪じゃないか。<laughs> ゲジゲジ出てきたということはああいつらがいるとわあ。ああ最悪。どっちもやだ。そうなの。うん虫嫌いの私としてはきついわ。はいそしてたまに帰るとうちの猫モップちゃんの口からたまにゲジゲジの足が生えています。ただいま D ながらここ,ここからね毛がポーンと生えてじゃれちゃったんだね。お前食っただろうっていう。 でね食べてその後結局ね気持ち悪くなって吐くんですよ。あ、それ処理しなきゃいけないの、ね。そう残骸が出てくるわけですよ。おおもうっていう。でもそうだよね。私昔猫ちゃん飼ってたけど、うん、じいさん捕まえてくれてたもん。そうでしょうん。あいつは動くも何でも捕まえて<う>あと猫の個体差によるか正確によるけどね。うんうん,うんうんうん。遊んでつまんなくなってペイと終わるやつもいるし、口やつもいるし。つ ゃの心配だわうちはじいは食わないけどゲジゲジは噛むなんでだろうねんででしょうねうわいるんだね両方ともね中内くん一年じゃね一軒家は基本いますへえそうなんはい絶対にいますやだ年一回猫たちを猫たちというか猫をあの二階に避難させてもうあれですよバルさんですよああそうだよねやるよね年一でやんなきゃだよねそうはあ で、一回やったら、今度猫を下に下ろしてきて、二回ばらさんですよ。<laughs> 私、今の家引っ越して、一回も出てきてない。ってか多分いない。いないと思うよ。うん、マンションでしょう。だってマンション、マンション。いないと思うよ。ね。でも、うん、一階とか二階とかは出るけど。うん。ね。高層階になればなるほど、いなくなるので。そうだよね。うわあ。 そのうち見るのかな、はい、最近の話がゲジゲジになっちゃいます。やめてやめて。<laughs> <laughs> 違うから。いい話をともふちゃんお願いします。そうね、まあゲジゲジはなんだっけ、駅中でしょう。駅中です。駅中といえば、てんてんよね。てんてん。私の飼って。例えば、てんてん飼ってんだな。飼ってるテントウムシ。うん、旅立ちました。<laughs> いなくなっちゃった <laughs>。<laughs> 行ってきますって言って。出かけて帰ってきたら、もういなかったです。<laughs> まあもうちょっとでね。 てて用に新ししいい花束を買っっ帰ろうかなって思また危なかったよ帰って帰ってきてたらほんとショックだなそれは「<laughs> テンでン」って3日ぐらいずっとベランダ見たかな <laughs> かな,なんかちょっとごめん面白いな <laughs> 彼氏と同棲してて彼氏のためになんかプレゼント帰ってきて「ただいま」って言ったらいなくなってるみたいな感じで <laughs> ガーンっていう3日ぐらい引きずるよね引きずるね るんじゃなないかみたいいいいななななるんじゃかみたたまたまちょっと実家に帰っただけうまあでもてんには幸せもらいましたからそうだねいいことですその後もちょっと話変わりましてもう変わっちゃうんですかてんの話はねまあう食べたったからしょうがないああそうだな確かに成田さん行ってきましたこの間成田さんねはいお友達とねうん行ってきたんですけどやっぱりうちのうなぎはうまいあそこのうなぎはうまいなうまいまに 白焼きにんにく醤油ねうまそうビールに合うのよ <laughs> おっさん <laughs> もう友達の子はもうなんかすっごいもうハマっちゃってたよそりゃそうでしょうな。これが一番美味しいっつ言った白焼きにんにく美味しいもん、うん、ビールガガガガって飲みながらそうでしょうね、うん、最高ですよ で締めにうなじゅ頼んでいいじゃんお腹鳴っち,ちゃった <laughs> そ,<の>そんなことばっかり言ってるからでも多分ねマイクは拾ってないと思うあ本当に大丈夫ね大丈夫と思うポコポコポコって言った今あ大丈夫ですじゃあ <laughs> 聞こえてないです <laughs> まあいっぱい食べて満腹になりましたよ満腹でるだけになありがとうございます <laughs> <laughs> 今のはさー完全な顔が振りだったんだよもう、うん、さすがさすが分かってるもうこれは言わなきゃって感じだったな今のは3年だっけセセミ始まって4年目です4年目か、はい、さすが分かってきたねーいやだいぶ前から分かってるわ <laughs> だいぶ前からもう分かっとるかなありがとうございます <laughs> 3年もかかっとらんわ <laughs> まあね成田で勝ちをもらい天天から幸せをもらいああなるほど 絶好調ですよいいな俺とは違うな大体これパターン化してきたよね俺が負の話をしてともえちゃんが正の話をするという基本私ポジティブだからそうだね幸せな話ばっかりするんですけど俺はねでも俺ネガティブな考えしてる方が幸せが舞い込んでくるんだよああんか今日言ってたね移動中にねそうなのどうせダメだよなと思ってるときの方がいいことが起きるのだからいいんじゃないかもしれないうん ズーンってした話毎回じゃあ楽しみにして <laughs> <laughs> リスナーがや <laughs> あと心配される <laughs> 本当に雲の巣入り出すんじゃね <laughs> 頭に <laughs> 風呂入ってないじゃん <laughs> そしたら <laughs> まあ、でも、とりあえず、はい、あの、腕は多分大丈夫だと思います。そうだね。はい、ちょっと、どうにか、元気に腕は。そう、腕の話してたもん、ん最初ね。そうです。なぜか、腕からゲジゲジになっ、ぎじぎじな。っぎじぎじ。絶対嫌だ。<laughs> <laughs> なぜ、腕から、ぎじぎじにいったのかも、話を脈絡は、全然覚えてないです。そうだね。全く覚えてないけど。<俺>も <laughs> でも、腕、本当、大事に。してくださいね。はい、はい。皆さんも、怪我には、気をつけて。そうそうそう,そう、はい。 セセラギナイトミュージックはいではここでリスナーさんからのお手紙コメントいきましょうはいカメ人さんおもしかしてかわいいなあざっす来てますね今度っっハートが2個きてますね前回だってかわいいじゃなかったからもう変わっちゃったのかと思うそうだねよかったねってから前回 <laughs> そうだね 確かにそうでしたよかったカムバックありがとうございます別にカムバックはしなくていいんですよ、ね、<laughs> お待ちしてますよ <laughs> <laughs> そして山家さんお、ありがとうございますえー、大丈夫ですちゃんと聞きましたよもちろん花水月はカラオケの定番ですって来てますね ですよねやっぱりいい曲だもんね最近さちょっとラジオの告知ができてなかったのよちょっとバタバタしてて「ごめんね」ってんかあげたらそれに対して「大丈夫ですよ」ってああなるほど聞いてますよってありがとうございますください。あなたもね私ちゃんと YouTube 上がったら全部告知してますえっ接戦名のアカウント使ってる使ってるよ 私気づいてないせせみゅのアカウントで今週も YouTube アップしましたよってやってるよ俺やってたのごめんごめん自分のラジオ忘れてせせみゅちゃんとやってるよ俺えらいあそうだったの見てないなあがってない上がってない見てみせせみゅアカウントでちゃんとログインして見てみなさいほんとにここでなんで身内話をしてるのほんとだよねそしてタオさんありがとうございますありがとう パイセンのもできてますよ土日祝日の収録がないと私に行けませんってあ,あそっか土日祝日ないもんね土日祝日の収録はね、うん、基本無理ですわそうなんだよ大体どっちかがライブやってるか、うん、あとはねあの収録スタジオが埋まってると思いますそうなんですよね、うん そそもそも僕らがね<う>あの、土日が絶対ライブなので、うんえと、撮ってないから、他の方が多分取撮っちゃってるんで、タオ、うん、さん、頑張って。何をどう頑張る <laughs> 平日頑張って。<laughs> <laughs> 有給使えと。<laughs> そこまでしてくれたら、われわれ何かしてあげないといけないと思いますよ、マジで。さんの歌を作ろう あなたを。<laughs> あなたを <laughs>。あなたを。そう言うでありますからね。もうそうすでにできてるけれどもあ。あなたをがありますからね。いやでも、タオさん、ありがとうございます。もあの、可能だったら、ぜひ収録見に来てくださると。嬉しいです、うん。ね、ぜひお待ちしてます。はい、生で、この、あの、やり取りが見れると思います。キーホルダー欲しい。可愛 <laughs> い,いもん、あれ、私つけてるけど、今はも。そうね。 あの俺もバッジはつけてるけど、うん、やっぱりともちゃんのはないです見つけてよわかんない大掃除しなさいよ大掃除したら出てくると思う、うん、しなさいよああでもあれかそろそろあのバルさん炊く時期だから結局やるか私<お>は出てくるかもしんない<う>、うん、頼むよ見つけたらあの X にあげますんでべっこべこになってるかもしれない <laughs> <laughs> バッカンバッカン <laughs> <laughs> モップがバシ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 なぐって顔がべこべこになって <laughs> ちょっとへこむと顔ね変な感じになるもんね <laughs> どうなってるか見つかったらですねあの X にあげますんで楽しみにして,みてください楽しみ、はいはい、ということで番組へのお便り歌ってほしい曲のリクエストを受け付けておりますメールアドレスセせセせみう 0220.gmail.com です s, s e s e m y u ゼロ二二ゼロアットマーク G m ールドットコムまでお待ちしております。X の方でもお待ちしております。X の場合はアットマークをつけてセセミューですね。アットマーク SESEMYU をつけてポストしてください。こちらに届けますので X でもよろしくお願いいたします。セセラギナイトミュージック はい、では次のコーナー行きたいと思います。はい、続きましてはお口直しのお時間です。はい、このコーナー、今日の1曲やってまいりました。うんはい、よ梅雨ソング,ソング梅雨ソング縛りでございます。これさあの梅雨ソングじゃないって絶対に。 これも違ううん違うと思うよとりあえず雨がついてる雨がついてるから <laughs> 梅雨だから雨がついてる曲をにしようって言って歌ってるだけだってそうだね梅雨の曲ではないもんね梅雨の曲ってどんな曲だよむしろ「雨雨ふれふれ母さん」あれは多分梅雨っぽいよねあじさいとか出てきたらそうじゃないあそうだわねえ、うん、でもなんかあじさいもなんかちょっと恋模様が抱えてくるからな <laughs> そうだなちょっと違うのか、うん もしあったら教えてほしいリスナーの皆さん雨だけじゃなくてね歌詞の流れがねそう梅雨だとしたらね歌詞に「梅雨」って載ってる歌あんのかな泣くね聞いたことないな夏とかあるじゃんああ夏休みとかさあるけど冬もあるもんねうん「さだれ」とかって言葉が入ってくると梅雨っぽくなってくるちょっと変化にありそうだ 演歌系だよねそうかもしれない「乱れ」ってすすそんなにポップスでは使われないぞ使われないな、うん、やっちゃうないと思う <laughs> まあとりあえず雨が多いからね<う>雨の曲いきましょう雨縛りですよはい今週も,もいこうはい、はい、ではまず聞いていただきましょうかね、はい、徳永秀明さんで「Lainy、はい、Blue 影も見えない」「午前0時電話ボックスの外は雨かけ慣れたダイヤル」「回しかけて」「ふと指を止める」「冷たい雨に」 打たれながら「悲しい物語を思い出した」「あなたの帰り道交差点」「ふと足を止める」 私も今日はそっと雨行きすぎる車のヘッドライトが一人ぼっちの影を作る あなたの白い車探しかけてふと瞳を伏せる 「今日はそっと」 ありがとうございます。ありがとうございます。はいということで今週末雨の曲レイニーブルーをお届けいたしました。セセラギナイトミュージック。はいでは次のコーナー行きたいと思います。はい。続きましてはお口直しのお時間ではなくパスタのお時間です。<laughs> <laughs> びっくりした。びっくりしたね。もう一回お口直ししちゃうとこたもう一回。はい、パスタでございます。このコーナー、深堀り。はい。うことで、本日お届けしたカバー曲について。詳しく話していきたいのですが。およ。本日はレイニーブルー。この秀明さん、お届けいたしました。はい。この曲、いいですよね。いろんな方、やっぱり、歌われますよね。そうですねこのレイニーブルー。千九百八十六年。 1>, 1月21日に発売された徳永英明さんのデビューシングルでございます、うん、相当前だだったんだねそうですよじわじわとね<れ>人気を高めていったんですけれども、うん、生まれふるさとの福岡から上京し、うん、アルバイトをしながらオーディションを重ねた末にデビューを果たしたそうなんですね。<ー>彼の父親ともう25歳まで、うん 目が出なければ就職する諦めなさいい約束をしてで東京に出てきたんですけれども見事24歳でギリギリでこれがじゃあ売れなかったら我々は徳永さんを知らずに終わったねそうですよそこからですよまたねレニー・ブルーも良かったですけれども4枚目のシングル「輝きながら」この曲をきっかけに世の中に。 知れれ渡ったとさておりますその後もねいろんなヒットソングを出しておりますけれども俺レイニー・ブルーが一番知ってるかもあ壊れかけのラジオかな違う壊れかけのラディオはいレディオだからね間違いないねまあそっちの方って有うかな。多いよねカラオケとかだとそうだねまあレイニー・ブルーもそうですけれどん、ヒットソングたくさんありますその中で なぜこの曲が生まれたかというとですね、うん、あその前にですね徳永さん、うん、結構波乱万丈な音楽人生でございます、うん、結構お休みした期間あったなかったんですよね、うん、あのポリープ声帯のポリープの手術で活動を休止したり、うん、あと2001年にはもやもや病<ー>と呼ばれる脳血管障害 で活動を余儀なくされたなこともありましたけれども、うん、2002年にここ克服をしてねモヤモヤ病デビュー30周年2016年に予防のための手術を行ってまた休んでます、うん、結構復活したら休んで休んだりを繰り返してんだねそう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 またね2016年には急性応答喉頭炎という喉の病気かなこれ頭と喉の多分 うん、炎症の病気だと思いますあ結構怪我と病気との戦いみたいな感じのそう,そ,うそうだか、ね、ら30周年の記念ツアーも延期されたりとか結構波乱万丈な音楽人生を送られているんですけれども、うん、そんな徳永さんのこのレイニー・ブルーの生まれたきっかけというかね、うん、そちらがこのアルバイトしてる時、うん、大木誠さんという方がですね、うん そのアルバイト先で出会うんでございます大木大木さん調べたらこのレイニー・ブルーの作詞の方なんですけどこの曲しか作詞されてないのへえ<ー>このあと音楽人生多分引退されてます、ね、へえ<ー>レイニー・ブルーががっつり売れる前に、うん、引退されちゃったんだ引退というかあの休業というかはい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 、はい、されているそうでへえ<ー>そうだから同じ音楽活動をしてた こともあってね、息があってバンドを組んで、曲作りとかをお二人でねされてたそうなんです。なるほど。そしてレイニー・ブルが生まれたそうです。はい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 。大木さんが作詞、徳永さんが作曲。あ、そうか、徳永さん作曲か。そう、で徳永さん作詞すごい苦手だったそうで。あ、意外ですね。そう、大木さんにすごい学んだというか、エスペクト。あ、そうなんだ。へー。でいろんなナンバーを作ってたそうなんですけれども。 こののレイニーーブルーの魅力ですね、うん、まず一つ挙げられるのがサウンドイントロから歌い出しまで、うん、電子ピアノのサウンド、うん、このメロディー使われてますよねそのメロディーがねまたね切なさがあふれ出るんですけれども静かな電子ピアノの音色と、うん、徳永さんがささやくように、うん、<laughs> 歌う、うん、人影もそうね確かに入り口そんな感じだよね。はい、午前 レイジーっていうさ,ささやく感じ <laughs> それがまた歌詞とねそうね溶け合ってなんかちょっと1980年代の夜の風景に引っ込まれるようなバブルとかもね多分ね、うん、時代的に、ね、なかなかないよね電子ピアノの音を最初使う,うあ,あれぐらいじゃないですか TM <laughs> ネットワークうんだからその時代だよねうん そのの時代の風景だよね IMO とかさ、うんうん、そこら辺だと思います。うん、そうだね、うん、そしてこのね、この人影も見えない午前0時、電話ボックスの外は雨、かけ慣れたダイヤル、回しかけて、ふと指を止める、懐かしいですね、ダイヤルなんですよ。うん、電話ボックスもダイヤルだったのか、ねプッシュじゃないんか。昔はそうです G ですよ今の子供たちというか若い僕よりも全然若い世代ってあれ押せないらしいね分かんないってね使い方がねそうあの穴開いてるとこに指突っ込むらしいねああえでも穴開いてるとこに指突っ込むよね指突っ込んで、うん、回すじゃない、うん、限界まで回すじゃないああ<ー><通>そっか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 ここにほら ストッパーがってさストッパーまで回すじゃない、うん、回すという概念がないんだってだから指だけ突っ込んでボタンを押す式だと思ってるんだってうんうんうん、うん、なるほどね確かに何も知らなかったらわかんないかもね、うん、でもめちゃくちゃ昭和の歌っていうことがここでもうわかりますね浮かびますよね,かすね、うん、浮かびますね,ますね雨の中ね深夜の電話ボックスで恋人に電話をかけようとしたのかな、うん でもその人はもう別の恋人<う>自分ではない恋人がいるっていうのをうと思い出して指を止めるわけですよそんなちょっと映画のような切ね映画のような映像が出るような詩でございますがこれもやっぱ男目線ですなそうね、うん、その後の行き過ぎる車のヘッドライトひとりぼっちの影を作る照らされてひとりぼっちの影が。 でできるわけですなんかヘッドライトとひとりぼっちの影っていうのがなんかもういかにも TM ネットワークの世界になってくるな <laughs> 一緒かなう,ん、もうなんか主人公の孤独な感じですよねねめちゃくちゃ孤独を感じるんですけどでもヘッドライトに浮かび上がる自分の影っていうのを表現してるのがまたロマンチックというかロマンチックな表現だけど寂しさがあるよねセンスがいいなって思いますでも、うん 今は多分そういう書き方しないよねっていうか書いたとて多分伝わらないそうねヘッドライトに照らされあそうね言わないかもしれないねだってむその時代でしょ、うん、街灯そんなにないはずなのようん、うん、だからヘッドライトに自分の影が照らされるのよ今明るいもんね今明るいからヘッドライトで照らされてるのか街灯で照らされてるのか分かんねえもん、うん、確かに確かにこの時代ならではの歌詞ですよねだと思います、うん、だから多分 あの若い10代、うん、20代には何のこっちゃってなる可能性が高い詩ですねそうね、うん、その後の歌詞言っちゃいますよあなたの白い車探しかけて、うん、ふと瞳を伏せる白い車ですよ、うん、白い車に乗ってる彼、うん、そのきっと乗ってるかもしれないその彼女が、うん、あ勝手にあこれ女目線だ ああ,ね<え>あ,あそういうことかね女性目線の曲だね。なるほどなるほど。彼の助手席に乗ってるかもしれない探すんだけどあっ乗ってるの見たくないはいはいはいあ,あああ,あなるほど、うん、そういうことですよ。ああ切ないな。でここからサビに入るんですけれども、うん、サビ部分で ドラムが加わるんですねお、なるほどそこからパーカッシブ部が入ってくるわけですねですパーカッション隊がねそう。で、楽曲を盛り上げていくんですけども、うん、でも曲の雰囲気を決して崩さない、うん、そのドラムがね、うん、そこがポイントでございますがレイニーブルーもう終わったはずなのにレイニーブルーなぜ追いかけるの <laughs> <laughs> そうなそう冒頭の外は雨ってあるじゃないですか、うん、外は雨という歌詞で 聞く人は常に雨の風景をイメージしてると思うんですけれど。そうね。曲が進むにつれてレイニーという言葉に。雨の風景はもう別の意味があることに。別の意味がある,よる。あなるほど、なるほど、なるほど。結構深いな。そう。そうなんですよ。この曲レイニーという言葉めちゃくちゃ使うもんね。使うね。うん、出てくるね。すごい使うよね。すごい使うね。確かにね。レイニーブルー、レイニーブルーツ、最後。 こうやってほらあいじゃないあのえっとサビが二個あるじゃない特にあの一番最後ララ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 って上いくところあそこもずっとレニーブルだもんねああそうだねトレニーブルって言ってるもんねトレニーブルそうそうそこだけ英語なのねまたねそうの歌詞だねなぜかカタカナじゃないんでそこだけなこれは雨これは雨でもよかったけどねそれはやだそれはやだ <laughs> 切ないよねあなたの姿消すように今日もそっと雨って私は今日そう、ね、私も今日はそっと雨確かにでも俺これ聞いた感じだと男目線なんだろうなって勝手に思ったけど、うん、その歌詞の意味を考えていくと女性目線ですね。 最後の雨の時は、うん、雨が降ってるけどあなたの姿だけは消えない方だったじゃん、うんうん、であなたのに駆け寄って抱きしめたいみたいな、うん、こっちはもう消したい消したいなんだもんねあなたの姿を消えてくんだもんねそう消したいって雨を消してっていうまた思い出しちゃうからっていうそ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 うあうそういう歌ですよ。 これががでも男性大木さんん書いてる詩なだだよよねそうだよすごいなすごいよね。確かに男女の差だね。<うん S 1> 女性は引きずらないから早く消えてって言ってるけど男性はいつまでも追いかけるで、うん、そう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 うまく女性心を書いてますね、うんえ。女性的にはその心理は当たってんのいや私ね「狐の手袋」っていうオリジナル曲があるんですけど、うん、あれは完全に同じですね。あのこの雨でもう 消して消えていくって感じなのね。そうそう,そうそうそう。やっぱ狐の手袋ってあの狐の狐の四入りってさ、うん、雨が晴れ、ね、晴れた空に雨が降ること、うん。天気雨だからあれはね。そうそうそう,そ,うその話とかもちょっと取り入れて歌詞を作ってるんですけど、なんかこの雨よみたいな。なる,なるほど。私の姿を消してだったかな。でも私の場合は。でもあれだね。<あ>確かに女性目線だと。 残して追いかけるというよりも消えていくそうだから次に進むための準備をしているよね感じだよねそうなりますねだから完全に諦めているうん、うん、もう思い出したくはないうん、うん、思い出すと辛いから雨と一緒に流れていって、うん、ね包まれてた思い出が流れてくこの街にそうだね先週やった最後の雨は 最後の雨にならないでくれだからねしないでくれっていう言ってたもんね他の人に持ってかれるぐらいだったら壊すぜってそうそうそうマジで確かにそこだけそこだけ聞くとやべえやつだな正反対だけどでも書い大木さんすごいねねすごい女性が見事に女性心理だと確かに思うねよく書けるねそんな詩がねほんとだね歌詞書いたことあるない 一回だけ書いたことあるけどその恋愛というものに関しては書いたことはないなんか中内君が書くと教科書みたいになりそうそんなことないよ <laughs> なんか僕「額縁の外」という曲ついた書いたことあるもんへえそうなんだ歌詞見てみとうちの猫を題材にして書いた歌詞があるもんへえ 猫はにゃんにゃんとか貼っとんぞ <laughs> <laughs> そういうのではない、うん、全然違うまあ,あのものすごく皮膚を使ってるえー皮膚あそういうの使いそう、うん。なんか使いすぎてなんじゃこりゃって感じになった <laughs> 自分でもなんじゃこりゃってなってる <laughs> 何が言いてんだろうって思ってなっちゃうよね、うん、そうなってそう <laughs> <laughs> でもかっこいいですねこのねレイニーブルーはねね<ー>。うん。作詞も素晴らしいですけど 僕もソロギターでこれはカバーしててるるからねねよこれはするよね、うん、名曲ですからね、うん、まあ「雨男」ということで雨の曲を片っ端からコピーしていこうカバーしていこうっていうのが始まってうん、うん、一番初めにカバーした曲がレーニューブルーだったねうんうんうん、うんうん、あなるほどねこれが大変なんだようんうん 結構オーソドックスな流れで作られてるんですけど、うん、この曲はテンションコードが入ったり、うん、<あの笑>前回やったペダルも入ってるしあーペダルやっぱ来たかペダルとは逆の,逆の考え方のクリシェも入ってるしあっちこっちに何十ぐらいぐらいいろんなのが入ってるから大変なのこれ。イントロがペダルですねずっと ともよちゃんのキーだと G から始まるんですけど、うん、コート的には G を引いて A を引いて、うん、C を引いて、うん、G に行くんですけど、うん、G をずっと7出版社の、うん、あ一緒だ先週と一緒 G をずっとキープしてんの本当だ イントロで思いっきりペダルを使ってるでしょ。へ<ー>あとサビのところもね。うん、あの最後の雨もこう。うん、あいやいや、うん、だけど、うんうん、レイニブルを一緒で。ここが違うかな。ああ、ちょっとあこっちの方がアニューイね。そう、二小節目の一拍目が最後の雨だとマイナーセブンになってるんだけど、うんうん、こっちはセブンスを使ってるから。うん こっちなってるから、うんうん、ちょっと切なさというかそしてあの最後の大サビって言っていうのこれは落ちサビじゃないよね落ちないもんねなからなってそう,そうだ、ね、でもここ、うん、なんて分けたらいいんだセクション的にはなんて分けたらいいんだろうねそうねサビだよでもね B もこれないじゃんない A からいきなりサビに行くでしょ A で,サビで A でサビだから B になるのかなどうなんだろう サビ2発目みたいな感じだけどそうでも全く違うメロディーだもんねうんそうでそこがクリシェを使ってるんですようううんうん、うん,んクリシャン<っ>クリシェクリシェクリシェんなんかの曲でやったことがあると思うんだけど1音ずつ半音、うん、あごめん半音ずつ1個ずつ下げていくのああ<ー>こうなってるなってるっていうとこうこれクリシェって言うんだけどうん、うんうん ペダルっていうのは一緒の音をこの一つの音を固定してコードを変えていくから一つの音を一切変えないがペダルでしょクリシェっていうのは一つの音を半音ずつ変えていくっていうわおしゃれなことしてるね両方使ってんのよこれへえーーーー作曲家としても徳永さんやっぱり素晴らしいですな そうだから徳永さんの曲はねソロギターに直そうとするとね地獄を見ますそうだねすごい凝ってるよねそうなの,あのテンションコードって言ってねあのイレブンスとかマイナー5とか、うん、そういうちょっと難しいコードがあるんですけどうん、うん、そういうのも使われたりしてるのでそれを使いながらメロディーラインを一人で弾かないといけないからうん、うん、ギターでアレンジするときには結構大変ピアノでアレンジした方が絶対に綺麗になるような気がするあピアノも良さそうだね確かにね、うん へーまたちょっとお勉強になりましたなこれはね。あのなんだろう「音楽の教科書にするには非常に大罪です」ね、いいですね。ねいろんなものが入ってますへえ。はい「レイニー・ブルー」30年以上経った現在でも、うん、もうすぐ40年経ちますけれどそうだ、ね、世代を超えた多くの人が聴いて、うん、日本を代表するバラードソングの一つとなっております。最近はは徳永さんは女性ボーカルの ナンバーをカバーすることがあーそうね確かにねはい、うん、多いですけれども今一度ね、えー、徳永秀明さんデビューナンバーを心に刻んでみてはいかがでしょうか本日は徳永秀明さんでレイニープルーお届けいたしましたはい、はい、では次のコーナー行きたいと思います、はい、最後はデザートのお時間です はいこのコーナーやってまいりましたクイズ先週のクイズの答え合わせでございますはい先週のクイズ友恵ちゃんが僕のあだ名を間違って変な断念した。はいそのは何だったでしょうかというクイズでしたはい答えは正解は蜘蛛の巣でした <laughs> 人の髪の毛を蜘蛛の巣って言うい <laughs> 鳥の巣も大概だけどな <laughs> 引っかかったら大変だね本当ですよ取れませんからね私の髪の毛に引っかかったら <laughs> すいませんでした <laughs> はい、では告知タイムいきましょうはいえー、6月の9日です、えー、千葉県鎌ケ谷市にありますキラリホールで、えー、イベントに出演をいたしますえっ、ー、とアーティスト発掘イベントの受賞者記念コンサートになります、えー、鎌ケ谷市が全面バックアップで協力をしてくださっているのでなんと入場料がワンコイン500円でございます安い,安いぜひぜひ見に来てくださると嬉しいですよろしくお願いいたしますはい、はい ではちゃん、はい、えまずねちょっと皆さんにご報告がありまして、はいまあ、SNS とかね見てくださってる方は知ってるかもしれないんですけれども、うん、昨日ですね昨日でございます、うんえー、5月31日をもちまして事務所タイズ企画を対象いたしました、はい、お疲れ様でございました、はい、中内君とは別々、まあ、私これからフリーでやっていくのでそうですね別々になるんですけれども、ね、ラジオは 続行させていただけるということでえがったっすわこれからもよろしくお願いいたしますこちらこそです中内拓馬のせせらぎない道ミュージック誰も聞かない <laughs> <laughs> 何をせせらぐねんっていう。カフェもやってるしねやってるのにもう無理やって <laughs> あこれからもよろしくお願いいたしますこちらこそですはい、ということでございますえ、イベントの方は9月の27日成田でイベントがございますので SNS 皆さんチェックしてくださいはい。よろしくお願いいたしますはいよ では、この番組では番組スポンサーを募集しております。企業様、また個人様、匿名希望でも OK です。お店や商品など番組の途中途中で告知や宣伝を実施いたします。お申し込み、お問い合わせは。 メールアドレスインフォアットマーク数字の 892FM.com です。info アットマーク数字の 892FM.com でございます。ファックス番号は0434415592、0434415592までお待ちしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは皆様、6月始まったばかりでございます。うん、今月も元気に 頭の髪の毛も元気に、うねうねでいきましょう。行 <laughs> きましょう。<laughs> それでは皆様、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。来週もこのお時間にお会いいたしましょう。智よと。中内拓磨でした。おやすみなさい。